ニノさんは早いからもう寝たか。朝起きたらニノさんがソファーにいて、3時の紅茶を飲みに来て、最近はうちの台所で魚を焼いてた。つまり猫は人ではなく家に着くの法則。そうだ、暖かく、とりあえずは暖かくしなくちゃ。だいたいこんな立派なベッドがあるのに下の引き出しなんかで寝るのが懐かしいな。俺がデートの時プレゼントしたドレスじゃない。なんだこれ、俺知らないぞ。古いけど素材も細工も一級の子供服。決して過去の詮索をしようだなんてこと。え、寝ぼけてこっちに来た。こっちはまだ寒いですよ。ニノさん！寝ぼけてこっちに来た。こっちはまだ寒いですよ。じゃない。なんだこれ、俺知らないぞ。古いけど素材も細工も一級の子供服。な、決して過去の詮索をし。ニノさんは早いからもう寝たか。朝起きたらニノさんがソファーにいて、3時の紅茶を飲みに来て、最近はうちの台所で魚を焼いてた。つまり猫は人ではなく家に着くの法則。そうだ、暖かく、とりあえずは暖かくしなくちゃ。だいたいこんな立派なベッドがあるのに下の引き出しなんかで寝るのが懐かしいな。俺がデートの時プレゼントしたドレス